よいしょ。はい、録画開始しました。じゃあ、お願いします。お願いします。あ、なるほど。わお、はい、取れた。ここの BGM も追加されてるんですね。危なかった。まあいいか。おお。あ、骨よ。はい、だだだ。近すぎて、近すぎて殴れない。ベンチが邪魔。お互いいくらあって。ああ、マジで。もう。防がれるか。おお、ゼラの動きがちょっとどれも OP すぎてエンドリック相手やりづらそうっすね。おお、間に合ってない。おお、間に合ってない。あれ、おい、じゃあ買った源三郎さんと私、次は行きましょう。左入っていいですか。あ、はい、お願いします。どうもです。おぉ、おぉ、よし。はい。ちょっといじって分かったんですけど、うん、ダッシュから即プッシュで先行入力ができるんですね。今までだとダッシュ攻撃がやっちゃってたのが、こう、再速もできるんで、これ前捨て早いからもう最速でプッシュ出せるんで、相当強いと思ってますよ。おあ、そうか。おお、派生があるんだな。あんなおっぴいな技に。ほんで派生が早いんですよね。そうっすね。勝ち合ってもちょっとな、サミエルやと接近戦も、っていうか、イエンドリックの接近戦が強いから、ちょっと、やりたくない。肘打ちがだいぶ強いんで。あぶね、手首に入れるとこやった。おお、ああ、もらっちゃった。あんな技。あんなとは失礼な。いや、読み合いが回ってきたときにやられるんやったら、ともかく、こんなラウンドの序盤でやられるのは、ちょっとこっちのミスですね。いやー。ああ、やばい。おお、こば。おお、ね。ああ、やばいやばい。おかんな。おお、ね。ああ、か、動けない。しゃあなし。アトプッシュから派生で、あの、斧振り下ろしができるんですね、イエンドで。ええ。うん。これ結構凶悪で、
適当に出した。あれだいぶ強いっす。適当に出したプッシュが空振ってもフォローできるっていう、何気にやばくないかって思ってるんですけど、ね、うん。まあ、あれしか出せないって感じですけど、ね、でも、あれあるんやったらアレクサンダーにもプッシュで倒せそうやし、良さそうっすけどね。やだーわ。前で後ろ入れの入力で格闘攻撃になるっつうのもだいぶ楽になったかなって感じですね。危なっ。さよならー。あー、やっぱり無理やった。煽りキックへの派生はちゃんとやれば潰せそうですね、さすがに。届かんか。うわ、うまい。おし、先に切ったな。よしよし。いやあ。空振りはちょっと隙がでかいな、あの技は。44まで来ちゃった。よーし、早かった。じゃあ、モロドフさんと私で行きましょう。はーい、どちら？気合入ってください。あ、はい。じゃあ、あ、間違えた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、なるほど。ああ、そうか。俺が言ったことを試してたのか、今の。ちょっと警戒しておけばよかった。でも、丸太も結構はまるかもしれないですね。ダッシュプッシュが出しにくかったから、うん、まで。はい、よし。マルタとかへのカウンターとしてはこの月やっぱ使えます。2発、3発、なんとか生き延びて。短い技でフォローされてた。はいだ。よし。あ、惜しい。下がり Y やったらどうなってたかってことですね。お互い食らって、お、なんだ今の。めっちゃ短いモーションでやられたな。下がりギリで突き弾ききれなかったですね。近くまで行ってもな、下がり早いけど、威力が足りんから。だからこの、案外中距離でのカウンター狙いもやっていかないといけないんですね。近く行って切りたいんやけど、ほんまは。よし。国内やから、集中してたら、たまに、見てから反撃成功できる感じですね。おう、じゃあ、戻ってモロドさんとゲンダブロさん。はーい。と左入りましょうか。あー、お願いします。はーい、よいしょ。あー、ですね。わあ、
危なっ、はい、危ねえ、まあ、的にアレクサンダーも結構攻撃力高いんですけど、うん、やっぱそれ以上にゲデオンの脂肪が厚いですね。なあ、これもやつあって、ああマジで、アレクサンダーって出が遅い分隙が少ないからヒット確認はしやすいんですよね。だから逆に中距離でスカるような技を振った時はもう入れ込まずに当たるの見てから次の攻撃を打った方が安全かもしれないですね。おお、なるほどね、うん、アップな。でもやっぱり、ニュートラル攻撃か後ろ入れ攻撃やったら隙は少ないから。ああこれ、ああ勝ってる。うん、そうやねんな。首筋当てられてたけど。あかんやねんな。ナイス。あ、でも、ちょっと動けてる。おぉ、アップデートされたゲデオン、ちょっと動けて、しかも、剣の位置へ、カードできてる。これも一発やらなかったしんどいな。おぉ、いやー、やっぱりか。うん、ナイス、チャンス。うん、ちゃんと剣下がったのを見て、ジャンプいいですね。うん、あとゲデオンには派生が入りにくそうっすね。別の技で追撃せなあかんのかな。うん、そうなんですよね。派生のこう上からの切りがヒットしないんですよ。ああ遅いな、うん、威力ができな。だめやった。ギリ当たってはいたんやけど。もうちょい後ろなら。避けれたかな、まあ、確かに。じゃあ、源三郎さんと私ですね。はーい。目に入りますね。ありがとうございます。何を使うかな？こういう対決行ってみますか。お、いいですね。ここに最初の方で来よう。そこそこ広いステージ。やばくせばくせ。うん。もう近距離戦無理にやらんほうがいいはずやから。これでやり直しならマリーにとっては逆にありがたいから。ああ、これも、ま、危ない危ない。ようごまかしきった。おお、よう止めた。おお、今のはあかんな。ちょっと、いや、うん、うん、まあでも、とかんとやられた感じがあるな、うん。やっぱね、遅くてもこの切りは振っていかないとちょっとマリーやっていけないですね。相手のロングガードも、うん、ですよね。結局ロングガードと向き合わなあかんから大変そう。うん、これがまあまあもう一個ローリスクな技で。あとは、こういうのもあるんやけど、あっ、うへへへ。
一撃で。危ねえ。うわ、俺が撃った。ダメやな、あそこまで行ったら。あそこまで行ったらもうダメ元でグラブを入力せなあかんですね。ああ、それがちょっと難しいですよね。おっ、ああ、カウント好き。外しちゃった。ロングガード外してたらもう絶対ガードできないですよね、タウントの次が。しかも速くて長い。普通、だからこれをやっていけば相手のロングガードを誘発できるはずなんですよ。あ、よし。あ、やば。じゃあね。そうそう、思い出してきた。うん。近く、ある程度近かったらこのニュートラル X で追撃すればうまいこと言う。うわ、おお、無理やりいった。うん、そうやな。弾いても大して有利じゃないんよな。やっぱこっちでやっぱ弾きに行くしかないんかな。弾くなら。うまいっし。これがあるんでね、ロングガードしてたらこの足元切りが、うん。うん、足、でも足に入ってないな、残念ながら。今の逃げ気をさばいてる間に近づかれてたら嫌でしたね。当てたけどって感じやな。ちょっとしんどいぞ。ナイス。ああ、追撃間違えた。いや、でもマリーも結構使いやすいわ。全体的に前捨て早くて長いキャラはもっとこれ積極的に使っていけそうですね。なるほど。あぶねえ、あぶねえ。どうし、あ、やめた。広いステージだから、だいぶやりやがってやすかったですね。で、私とモルフさんですね。はーい。よいしょ。バラバシか。おう。アイデも早いからバラバシの横捨て切りがそんなにやねん。ああ、あったか。結構どっちに転んでもおかしくなかったけど、怖っ。いやー、間に合わんな。バラバシとラーズ、ヤンのこの右側強いんですけど、ラーズローには早すぎてちょっと引っ掛けられないさそうですね。おう。いや、早い戦いやな、やっぱ。おう。あ、よし。おお、負けてる。ああ、マジで。一瞬遅かった。あっと。おい、あ、残ったか。完全に避けてると思ったのに。いやー、悲しい。あれ、じゃあ、マジで。ツボにはまった感じですね。うん、よいしょ。で、モロゾフさんとケンタプロさん
ですね。はい。じゃ 左もらっていいですか、今回は。はい、どうぞ。すいません。はい。よいしょ。まあでも順番で言うと、マリエちゃん。おお、いい突進やったけど、でもまだ剣は下がった。おお、あれがガードできないってなったらもう。しっかり後ろで距離取ってすかさせて、しっかり反撃入れていかないとマリーはしんどそうですね。ああ、どう入力してるんですか、その2列に。下前 X、斜め後ろ下 X を、投げボタンですね。投げボタン、まあ、X でもいけるけど、なんか投げボタンでキャンセルした方がやりやすいですよね。斜め後ろでキャンセルしてもう一回下前は X か。うん、理屈はそんな感じです。あ、やべ、危ねえ。こういう戦い方されると、確かに。でもロングガードしないけど、うん、そうですね、遠すぎて。危ねえ。あ、今みたいに勝つ感じかな、マリーは。フォークで突進切り使わせて、あの2連突進切りって多分相手がガードしてるから出てる、うん、いやと思うんですよね。多分空振りして、あ、出せるか。できます。もう、じゃあ別に距離によらず入力がしっかりしてたら出せるんか。うん、タイミングはかなり一瞬っぽいんですよね。ナイス。あ、負けてる。やっこ移動好きが、うん、ビター合わせされたけど、うん、判定が強かった。あの月初めて見せられたから、あれに引っかかっちゃうのはちょっとしょうがないかなって部分はありますね。カス当たりなんちょっとしんどいな、あまり。怖っ。ロングガードでじりじりやるよりも、マリー側との噛み合い次第やけど、この突進作戦は結構意外といけてそうですね。あ、ね、うん、間違えた。カウントじゃないロングガードやった。じゃあ Y 押しとけよって話やった今。新切りが結構、いや、そうやねな、マリーの剣を弾けちゃうから、うん、1回目の新切りで。やはりロングガード付きしかないのか。おー、あー、入力が遅い。やべ、あ、やっぱり負けてる。判定で負けてる。うん、じゃあ次は私と源三郎さんですけど、はい、もう一回、あ、また左回っていいですか。はい、ありがとうございます。あんまり右にこだわらない感じなんですか。いや、サミュエルの
あれ今練習してるんですけども、なるほどなるほど、サミュエルやってないんですよまだまだ結局試験運用抜け出せてない感じなんですわまあでも確かに基本一匹側の波動拳の方が出しやすいからなんですよね。やっぱりそのあの入力やるんやったらって感じですね。ねえ、しかもステージは同じマルタイとどうなるか、あんまり自分がマルタ相手にすると近寄るのに苦労するけど、これを使われると確かにって感じだな。遠距離すぎてこっちから近寄らないと攻撃が当たらないですよね。ああ、なるほど。おおお、切りから突きに行くやつ、キー X にロングガード しないから、切りで対抗しようとしてもどうしようもないし、かといってこんな遠いと月も当てづらいし、確かにやりづらそう。おう、いや遠いな、あのダッシュプッシュ。いやしんどいなこれ。おしかもなんか、うん確かにこれやられるとレイビアは何していいのかって感じになるな。軽くしたいんなら事故らせそうなんですけどね。あ、確かに。うん。適当になんか技置いとったら突進してきたさ。ザクーで切られて終わりみたいな。うん。イメージはあるけど。マリーマルタ、これはちょっと考えないといけんな。お、うん、これがちょっと有効か。まあ、エビ。うん。地味な技ですけどね。いや、ダメや。同じ技で勝ち合ったらあかんから。有効だがあんまりいないな。マリーはマルタはでもマリーと違ってガードぶった切れれるようなことはないから、うん、ある程度近くで勝負こう、わあ、あれをしっかり決めきれてたらなんとか対抗できるかなって感じですけどね。マル、うん、マリーなら多分今ので死んでるはずだからね。あ、弾かれるか。おお、なる。ビター合わせされたな。うん、そうっすね。結構温存 してた技なんで、ね、下がりつき。あ、でもフラッグ的に不利やし。おお、うん。自己待ち。できるかも、マルタなら、うん、ある程度ニュートラル攻撃がどれもリスクないから、うん、あ、これでもなるほどなるほど、うん、あ、あれですね、サミュエルの月が近すぎて威力出ないパターンですね。はいはいはい、下がり好きやったかな。上がりギリとかに弾かれる分にも何もないから。無理か。まあでももう一回。ナイス。いや、ナイスっていうか、すごい気がされたな。ちょうど左 Y からの連撃になったところにあれが飛んでくるとは。でもマリーよりは全然やれるかなって感じですね。ただこうやってこの隙少ない技をチクチク振るっていうチキンプレイにしかなってないから。そっかかか。普通の立ち回りと、うん、いやでも普通の立ち回りと組み合わせてやられると多分マルタでも結構しんどいと思うんですよね。なるほど。うん。
で、もう一回は私とモロドフさんですね。はい。あ、ボタンさんと。と、どっち入ります？あ、どっちもいいですよ。じゃあ、どうしようかな。左入ります。はい。龍拳対決いきますか。うわ、狭い。うわ、狭い。ああ。いやー、うん、ガード抜けたんかな。邪魔な策立てやがって。いやー、アップなかったな。ちょっと追撃迷っちゃった。ミスってるだけかな。2連突きが2連突きが出なくなってるよ。ああ、やっちゃった。うん、下前 Y 後ろ Y っていう、うん、ちょっと久しぶりに入力ミスってる可能性はあるけど、入力関係がやっぱちょっと変わってるのもあって。足や、危な、近い、下がりギリやったな。それかグラブか。ああ、プッシュの性能な。バラバシは前線もプッシュも、プッシュがなんか足を止めるんですよね。なるほど。ファミエルとかやったらちょっと 前のめりになりつつやるからリーチがある感じなんですけど、バラバシはステップも終わり際に、うん、短いし隙があるしで、バラバシに関してはヤンマやけど、うん、ちょっと使いづらそうですね、この前ステップ氏は。え、何も追撃できなかった。そのまま出し切り、怖っ。おお、あいち、出なくなってるな、やっぱり。いやー、もうスタミナないんか。回復せんな、これ。危なかった。ゼロやったからな。マシや、このステージで。さすがバラバシ。早い。前 B が強い。いや、いいとこ見せられちゃったな、バラバシ君の。おお、なんだ。なんか伸びたよ。わーい。かな。いやー、横捨てがで、いらんところで出しちゃった。うん、った。で、モロドフさんとケンダブロさんでいってください。はーい。どっち入りましょう。じゃあ 2P もらえますか。はーい、左入ります。はい、どうもでーす。で、誰にしようかな。いや、ループでいっか、今回は。お、
怖っ。もう、うん、あれ意外に届かないんですか。回復したもんで、うん、おー届いた。あれ打ち切らなあかん。そうっすね、派生があるし、ヒット確認とかなしにやっぱ使った時のフォローを考えてももう打ち切るべきですね。あーなるほど、もう打つように開幕の読み合いって感じですね、完全に、うん。あんま後ろに余裕がないステージだとね、やっぱ開幕様子見っていうのもそれはそれでリスクあるから。あーしかし生き延びて、もうしかしやばいぞ。お強いよ。プッシュにしろ、あの前捨てからのニュートラル攻撃にしろ、イエンドレックの前捨て通さないようにしていかないときついですね。うん。下前ワイからの追撃がやっぱ、あーよかった。あれのせいで、だいぶ難しくなってるかな。相変わらず強い技ではあるんやけど、うん、いやとっさに出した下がりギリやったらもうガードが間に合っちゃうんですね。あーマジで、ああいやー噛み合わねえ。なんかラッキー多発って感じだったな。ケンザブローさんと私ですね。はい、じゃあ行きます。右ください。はい、どうもです。よーい、これはこれで。おう、おう、おお、届く。はい、A、よし、おお、うん、やっぱ自己らせ力が軽くしないのはあるから、うん、突進してくる系にはなんとかなる感じだから。ノー届く。お互いなんか遠距離からの仕掛け合いになりそうな感じがありますね。おー、いやー横に派生するやつ、うん、右足前でそのまま切り下ろしの方を出してほしかったけど、やっぱあと入力変わってんのか、下前前前でちょっとダッシュしてからこれを出すっていうのができなくなってますね。おー、サミエルとかだったら別にできるんですけど、軽くしたいよ。足変える関係かな、やっぱり。あー、おお、届かない。おお、もう一丁。ああ、なんとかプッシュの前に発生が間に合ったけど、もうちょい相手の
武器が下がったのを反応してうまくやっちゃったんですね。あ、あれ、お前引っかからなかったか、残念、うん、マシャなし。カルクシャインもカルクシャインってやっぱプッシュの後は絶対左足前になってるから違うわ。左足前になってる時は前ワイで突きでカバーできるから。あれ。あ、まあ無理やりいった。いやー近すぎたな、うん、やっぱ足変えてタウンとしてはちょっとセットアップに時間かかりすぎって感じだな、うん、おー、あー無理無理、うん、下がり好きが強くなったけど大昔の超強かった頃ほどには強くなってないですね、カルクシャイン。おお、マジか。なんかうまいことコンボにならんかった。A、Y ってつなげたんですけどね。そう。よし。あね。私とロズフさんです、ね、はーい、よいしょ、そろそろでっかい剣使うかあー酔っ払い対決の方がいいかな。お、広いとこスウェーしてくるからな。ああ危なかった。いやガードしやす、そういやこの技ガードしやすくなったとかあったな。考えるとちょっと考えるとな。うわあ、うわマジか。あんな避けられ方するなら。僕から。うん、よく来い。ああガードされるか、ちょっと近すぎたかな、うん、マジで強引。 あの月耐えちゃダメでしょえられる意外と追撃ができないかなっていうね。あの技もうぶりやからな。蹴られた。おお。うん。なるほど。いやイザベラと違って意外とゲデオンのガードを。差し込めないな。おお、もらっちゃった。マジか。おお。いやー、さすがに、もう1ラウンドぐらいは、相手我慢するべきやったかな。モロドフさんとケンダポーさん。はーい。どっち入ります？あ、右サイドください。はい、じゃあ左入ります。はい、どうも。あ、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 いいや。
おお強い。これはいかん。なるほど、これひでえな。わあかんかー、まあよ。あ、しかも相打ちになってる。かっこいい技決まったのに。ああ、よかった。まあいい。カウントの最中切られたらどうしようかと。もうね、やっぱタウン取ってオートガードを外すだけやから、相手がボタンを何らかのボタンを押してる時点で意味ないんですよね。後ろ入れるか。だから実質的にタウントで芝けんのは前歩きだけなんですよね。これ考えると。あーおー、かわしてる。なあ。紙一重で多分、うん、喧嘩はされてましたね。おお、避けられへんのか。うん、コンボの逃げ決めでも追尾能力が高いですね。でも頭に、あかんか。まあでもこうやって相打ちの中からたまにゲデオンが耐えてゲデオンがフラグ取るっていうのは典型的な勝ちパターンですかね。あーマジで2発ともガードされるとは。あぶな届いてないよ。危なかった。ああ、あかんか。いらない。怖っ。足でなんとかできる技じゃなさそうっすね。あの、ピリ辛の突きは。やっぱ、2段目の突きをなんとかガードなり、ロングガードで捌くなりして、ここから反撃戦闘を判断するですね。そうですね、一段止めもあるから。あーダメか、やっぱ強い。おあー失礼、ちょっと戻りまーす。はーい、これ起きて、あの自動タイムスタンプ機能のやつって大丈夫なんですかね。あー大丈夫ですよ。じゃあ、私と健太郎さんですね。はい、左入っていいですか。あ、お願いします。今日誰も使ってない人はいないか。当然使ってない。さんはいるけど、まあ、強いて言えば新ヤツェクですけど、クソ強おじさんな。考えちゃうよな、使うのどうしても。レイピア2人やった、こいつらやった、いいかな。ラズレイか。なんかまあ弱体、ちょっとだけ弱体化されたみたいですけど、やっぱ強かったです。いや基本性能のね、あのオートガードの強さとかがなくなってないしですよね。めちゃめちゃガードついますもん。ボタン押さそれ言うたらサミエルもどうなんやって言うけど、サミエルさしのぎますからね。おーし、ごめんな。あー、嘘。あー、ミスった。しゃあない。柱、柱、柱。あおーし。あれは2発に来た方が良かったか。なんとか、ひるんだところに入りましたね。うわー、いやー、飛んできた。あ、よかった。おお、間に合った。ウッドチョップ。
もっともっと角度つけて打つぐらいじゃないと。エデオンもでも足早いから、こうするのも難しいんだけど。おお間に合ってないな。よしよし。怖っ。いや、運よく剣の位置でカードできたが。あよし。スナップカット。おお。いや、こっちがもらったか。うまいこと、お腹切りしたろうと思ったのに。えぇ、怖っ。うわぁ。いや、隙が意外。いや、かなりでかいな。前、うん、この、前捨て好き。うん。動けなくなる時間が。長いっすね。うわぁ。あ、剣飛んじゃったよ。前は1段目を出してからキャンセルしたかったんやけど。おう。うわぁ。おぉ、なんか噛み合ったか。いや、でも、うん。ボタンを押してた。押されてたからか。ゲデオンが剣振ってかなりビビったけど。さあ最後何でいくか。まあ、よし。しゃあない。単直やった。まあでも、紙一人でいい勝負でしたけどね。うん、で、私とモロゾフさん。今回はじゃあモロゾフさんやりってください。はーい。よいしょ。下。おお。なるほど。やっぱ軽くしたいも何気にステップ早いし、右足前からやったら長いから、アレクサンダーお得意のこのウロウロ戦法がちょっとやりづらいかもしれないですね。月も飛んでくるから、ロングガードもある程度サボれないし。ロングガード取れちゃったかな。いやジャンプ切り前捨てを出したくなかったな。ついな。おお、ああダメだ。危なっ。おいやあ、突き飛ばされた。もっと近くいいかな、前。おう。はい。カルクシャイン使ってるときはアレクサンダーは結構しんどいんですけど、アレクサンダーの側の側持つと、アレクサンダーの側もやりづらいな。相打ちかな。いやーちょっと前に入れないな。まだ遠いんやな。危ない危ない。
あぶねえ。いやー、見られたな、完全に。一本取り返してからつく、ああいう苦し紛れの行動は、せめて一本取り返してからじゃないかな。あんだ、こんだけ完封されてるんやったら、そら、あんな奇襲技、通らんわな。これ前打ちやんねんな。アレクサンダーの攻撃が遅いから、軽くしたいの遅い攻撃を潰せない。足は速いから、いけそうな。あやー！おー！ロングガードしっぱなしやったー。なるほど。